はい、どうも、ピクスイオスです。今回はですね、TCN 特注のトミカ紹介していきたいと思います。TCN とはそもそもですね、トイコミュニティネットの略だそうで、全国街のおもちゃ屋さんの会という、この TCN というのは、全国のおもちゃ屋さんが独自のキャンペーンや商品開発を行っています。2016年8月からはトミカも特注していまして、第1弾は2016年8月6日に、トヨタ210系クラウンアスリートをベースにした空色エディション、こちらをモデル化してます。実写にも存在するやつですね。そして第2弾は同じくクラウンアスリートをベースに若草エディション。こちらも実写がありますね。これを特注してます。どちらも1個税抜き660円でした。第3弾からはレーシングトランスポーターなどをモデル化しています。今回はそのトランスポーターを紹介していきたいと思います。まず紹介するのはこちらですね。TCN 特注第3弾のトミカとして販売された UD トラックスクオン、ブリヂストントラックですね。こちらは2017年11月25日に販売され、税抜き価格660円でした。とりあえず見ていきたいと思います。ここにね、ナンバー3とありますね。で、発売元は、タカラトミーとありますね。開けていきたいと思います。こちらですね。このトミカは UD トラックスのクオンをベースにしたトランスポーターで、荷台にはね、タイヤなどを積んで輸送するものですね。実車もプロフィアなんかのトレーラーですとかそういうものもありますけどもね、トミカのようなクオンベースの車両も存在します。ただしですね、ベースはクオンなんですけども、トミカでは3軸ですが、実車は4軸車ベースとなってます。ではフロントから見ていきたいと思います。まあ、このようにね、ブリヂストンモータースポーツの表記がありまして、ここにはね、UD のエンブレムが再現されてますね。で、ここにね、なんかこう、スッとね、ありますよね。これはまあ、ブリヂストンのロゴというか、なんて言ったらいいんでしょうね。ラインですよね。で、ライトの塗装はされてませんけども、グリルなどはね、塗装されてますね。サイドはこんな感じですね。ウイングの部分に、ブリヂストン、モータースポーツの表記と、さっきのスっていうのがありますね。こちらはシールではなく、ちゃんと、担保印刷で再現されてますね。で、このように、ウイング側アクションがついてますね。リアこんな感じですね。リアは特に、何もないですね。で、反対側こんな感じですね。こちらもね、ウイング側アクションがついてますね。で、こちらにもね、ちゃんと確認窓、安全窓が再現されてますね。車種はこんな感じですね。日産ディーゼルクオンとありますね。そして、2018年7月28日に第4弾として販売されたホンダレーシングトランスポーターですね。こちらは600円で販売されたようです。箱にはね、ナンバー4とやっぱりありまして、まあ、宝富となってますね。開けていきたいと思います。こちらですね。実車は三菱ふそうスーパーグレートのトレーラーがベースですね。イスズギガのものはちょっとあるかわかりません。荷台にはレースマシンや部品などが入っているようです。フロントはここにイスズの表記がありまして、ここにギガの表記があります。で、ヘッドライトが塗装で再現されてますね。サイドはこんな感じです。まあ、ここにホンダ、ザ・パワー・オブ・ドリーム。で、こう、帯がありまして、ホンダ・レーシングと書いてあるんですかね。で、ウイング開閉のアクションがついてますね。リアはこんな風になってますね。まあ、でっかくホンダのエンブレムがありまして、ここにもね、ホンダ・レーシングの表記がありますね。助手席側はこんな風になってますね。運転席側同様に、ホンダ・パワー・オブ・ドリームズとかね、ホンダ・レーシングの表記がありますね。で、シャーシはこんな風になってますね。そして、第5弾として販売された、ミシュランモータースポーツトラックですね。こちらは2018年11月24日に、1個660円で販売されました。で、ちょっと表記が変わりまして、ここにね、ミシュランの、まあ、許諾を得てますよというのがありますね。で、ここにナンバー5とありますね。開けていきたいと思います。こちらの車両もね、車内にレースに使うタイヤなどが入っているものと思われます。ただ実際にはね、スカニアをベースにしたトレーラーが使われることが多いようですね。ただし、イスズエルフやトヨタダイナをベースにした出張タイヤ交換車などにミシュラントラックっぽいやつがありますね。どちらかというとね、それを模してるのかもしれませんね。では見ていきたいと思います。まずフロントですね。エルフがベースですけども、イスズの表記などは特にないですね。ヘッドライトとグリルが塗装で再現されてますね。で、サイドはこんな感じですね。まあ、通称ミシュランマンがここにいますね。で、ここにミシュランのロゴですとか、ありますね。
ここにはね、担保印刷でなんか書いてありますね。リアこんな感じですね。まあ、荷台というか、後部ドアの開閉アクションがついてますね。で、こちらにはね、ミシュランマンがいまして、まあ、この手のところでね、通筒になってますね。そして、2019年7月27日に第6弾として販売された、ダンロップレーシングトランスポーターですね。税抜き700円だったそうです。で、こちらはね、ナンバー6度、ここにありますね。開けていきたいと思います。こちらもおそらくレースに使うタイヤを荷台に積んでいるものと思われます。実車にはこの方の椅子付きガもあるようですね。ただそちらはちょっとメッキパーツとかをつけてるんでね、トミカとは雰囲気が変わってくんじゃないかなと思います。他にもね、スーパーグレートの四軸車が存在するみたいですね。まあ先ほどのクオンもそうですけども、このギガももしかすると四軸なのかもしれないです。ちょっと鮮明な写真が見つからなかったんでね、三軸車が存在するかはちょっとわかりません。おそらく四軸じゃないかなと思います。ではね、見ていきたいと思います。フロントにはね、ダンロップの表記がありますね。ギガをベースにしてますけど、いすゞの表記は特にないですね。で、グリルですとかヘッドライトが塗装で再現されていますね。で、先ほどのホンダのと違って、エアリフレクターですか？これが存在しますね。で、ここにダンロップのロゴがついてますね。サイドはこのようになってますね。ダンロップモータースポーツの表記と、この赤と黒の帯ですかね。これがこう横に入ってますね。なかなかかっこいいですね。まあ、荷台はクオンのもの同様ですね。で、こちらも、ウィングの開閉アクションがついてますね。で、上にはね、ダンロップモータースポーツの表記がありますね。リアは特に何もないですね。で、助手席側ですね。こちらもね、ウィングの開閉アクションがついてますね。で、シャーシは多分ホンダのものと同様ですね。続いてね、2019年12月26日に販売された第7弾ヤマハレーシングトラックですね。税抜き770円でした。上にはね、ヤマハライセンスプロダクトとありまして、ここにナンバー7とありますね。で、開けていきましょう。まあ、トミカでは UD コンドルをベースにしてますけども、実際にはね、日野レンジャープロなどがベースとなっているようですね。で、トミカ同様に二軸の箱車となってますね。残念ながらトミカで中型車ベースとなるとコンドルしかないんで、まあしょうがなくこれを使ってんじゃないかなと思います。ではまずフロントですね。かっこいいね。メタリックブルーで塗装されていて、ここにはね、UD のエンブレム、それからね、ウインカーグリル、それからヘッドライトが塗装で再現されてますね。サイドはこのようになってますね。荷台もちゃんとね、メタリックブルーで塗装されていて、ヤマハレーシングの表記は担保印刷で再現されてます。リアこんな感じですね。テールランプが塗装で再現されてますね。アクションなどは特にないです。助手席側はこんな感じですね。運転席側同様にね、ヤマハレーシングの表記がね、担保印刷で再現されてますね。あとちゃんと確認窓も塗られてますね。シャーシはこんな感じですね。UD トラックスコンドルの表記、ちゃんと入ってますね。そしてね、2020年7月25日に販売された第8弾、横浜モータースポーツのレーシングトラックですね。こちらは税込み770円でした。で、上にはね、TCA のオリジナルトミカナンバー8とありますね。今までのトミカはね、ちょっと細い箱だったんですけどね、ここからちょっと幅広タイプの箱に変わりましたね。開けていきたいと思います。実車は仙台プロフィア、日野2代目プロフィアをベースにしたトラックでして、荷台にはレーシングカーなどを積んでるようですね。部品なども同時に運べるようですね。なのでちょっと3代目プロフィアをベースにした車両ってのはないみたいなんですけども、まあ、今後作られる可能性はありますね。ではフロント見ていきたいと思います。フロントにはね、グリル。これがね、メッキパーツのやつがね、塗装で再現されてますね。ヘッドライトは塗装で再現されてますね。で、横にはね、横浜モータースポーツの表記が担保印刷で再現されてますね。今までのモータートラックはね、みんな荷台はウイング車だったんですけども、こちらはね、移動水族館の荷台を流用したものですね。ちょっと分解する気にはならないですけどね、その移動水族館の中身がちゃんとあるらしいですね。で、リアはこんな風になってますね。横浜モータースポーツとね、ちゃんと担保印刷で再現されてますね。ここの出っ張りはその移動水族館車の名残ですね。助手席側はこんな風になってますね。
横浜モータースポーツの表記、こちらにもちゃんとありますね。で、安全窓はちゃんと開いてますね。かっこいいですね。やっぱこの顔のプロフィアってかっこいいですよね。チャーシーはこんな風になってますね。そして最後ですね。こちらは2021年3月27日に税込み770円で販売されました。まあ第9弾ということで最新作ですけども、カルソニックインパルのレーシングトラックを再現したモデルですね。箱上にはね、TCN のオリジナルトミカナンバー9、マレル株式会社商品化許諾済みとありますね。で、まあ TCN の特注のトミカは全部そうなんですけども、このようにですね、車体本体 UD トラックスクオンとね、UD トラックスの車に関しては、まあベース車両が書いてありますね。ヤマハのコンドルもそうですけどもね、どっかしらに UD トラックスのトラックですよという表記がありますね。裏はこんな感じですね。開けていきたいと思います。こちらですね。まあ、こちらのミニカーですけども、まあ、実在しない仕様だと思います。実車は日産ディーゼルビッグサムのトレーラーで、ここのイラストが R34GTR のイラストなので、1999年から2003年まで参戦していた、その時のトランスポーターを再現しているものだと思います。トイザラス特注のトランスポーターも確か 34GTR のイラストだったと思います。2004年以降になりますとね、フェアレディ Z をベースにした車両に変わりますね。では見ていきたいと思います。まずフロントはこんな感じですね。UD のエンブレムがありまして、ヘッドライトが塗装で再現されてますね。で、エアディフレクターにはこのようにカルソニックチームインパルと単方一冊で再現されてますね。エアディフレクターは多分ダンロップの時と同じものですね。サイドはこのようになってますね。カルソニックチームインパルの表記がありまして、カルソニック完成とありますね。で、先ほど言った通り R34GTR ですね。まあ、ちょっと実写の画像はないんでね。グランツーリスモ4で撮った写真ですね。画質が悪いのはご了承ください。まあ実写自分で検索してください。で、リアは特に何もないですね。こちらもプロフィア同様に移動水族館の荷台を使ってますね。で、助手席側はこんな風になってますね。こちらにもね、ちゃんと担保印刷で再現されてますね。で、写真もね、こんな風になってますね。まあ先ほど言った通りね、実車はビッグサムのトレーラーでして、そもそもこのクオンというのが販売されたのが2003年より後で2004年ぐらいだったと思うんですね。まあ本来イラストは少なくともフェアレディ Z じゃなきゃいけない気もしますけどもね。まあちょっとそこまでは再現しきれなかったという感じですね。はい、というわけで今回はね、TCN 特注のトランスポーターを紹介させていただきました。まあちょっと実車とは違うとはいえみんなかっこいいですよね。ちょっと今後もね、レーシングトランスポーター増やしていってほしいものですね。今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴の方ありがとうございました。また次回も見てください。それでは。